K1 スーパーヘビー級3分3ラウンド3ノックダウン制で争われます。画面の右側赤いグローブ2メートル12センチ、この前よりですね、初代チャンピオンのマイク、このセームシルト、チャレンジャーはマイティーモー、あの2メートル18センチのチェホンマンを右のフックで葬りされました、ね、ただもう試合前にはあの右ではなくて今日は左のフック注目してほしいと話していたマイティーモーです。これ谷川さんどんなふうに言いますか。いや、左のフックも、もう最近すごいいいんですけども、最終的には僕右だと思いますね。あ、そうですか、あのレイセホーがセームシルトからダウンを奪ったのは左のフックでした。 そうですね、それを参考にしているということも言いましたが、もしかするとその左のフックに対するガードにややセームシルトチャンピオンは難があるのかもしれません。かもしれませんね。ホース選手も前ちょっとそういうこと言ってたこともちょっと気をつけますよ。サモアフック2万5千人、アムステルダムアリーナが今揺らぎました。左のフック、この左初めて出た今日の左のフック、右のフック、これはガードしています。セーブすると緊張感ありますね。東原さん、はい、マイティーモーは果敢に出てってますね。そうですよね、やっぱ取材しててね、結構戦略練ってるなっていう印象を受けたので。そうですか。はい、その左フックも含めてどういう試合を見せたいのか。ちょっと前蹴り効いてますよ。ただこのセームシルトには前蹴りが強烈です。上段まで届きます、顔面まで届くんです。普通に足上げただけなんですけどね。ピーター選手がね、この前蹴りでダウンしちゃいましたからね、はい、去年の、決勝戦で。ここ地元オランダではチャンピオン、負けるわけにはいきません。母国凱旋、初防衛戦がこのアムステルダムアリーナ、セームシルトの大きな背中。さあ狙ってるでしょうね、今日は両者が向かい合って。あー、このローキックが効いた、ちょっと効いた、のりかさんちょっと効いたね。これ効いてますね、さっきからいい動画上がってますよね。今度は前蹴り、チャンピオンが自分の射程圏にちょっと圧力かけてきましたね。チャレンジャーを入れてくる、右のロー、強烈右のロー、マイティーもチャレンジャーがちょっと前に出られなくなってきました。平ノック引っ掛ける、チャンピオンのセームシルト右のローです。あーっと表情がチャレンジャーマイティーモーの表情がちょっと変わった。左足で踏ん張ることができない。第1ラウンド残り30秒、それでもローを返していきます。チャレンジャーマイティーモー、はい、この長い足、セームシルト前蹴りで、さあじわりじわりとチャレンジャーを追い詰めていく。後ろはロープ、あっという間に後ろはロープです。切れたところでしょうね。もうは第1ラウンド残り10秒を切っています。この制空権に入れないですね、はい、石橋級初代王者。さあ第2ラウンド、2005年2006年 K1 ワールドグランプリ、あっと膝から落ちた、ダメージがある。いや、カウンターでですね、ちょっとパンチがあれで姿勢を制しられた感じですね、はい、この左のジャブ、はい、左のジャブですね、狙ってるんですよね。とにかく中に入ろうというチャレンジャーマイティーも、そこはさせじとセームシルト。チャンピオンは冷静です。冷静ですね、待ってますね。相手を誘い込む、そこを狙う右のロー。のりかさん、はい、ちょっと第2ラウンド余裕も見せてますね、チャンピオンは。いや本当に、作戦通りというか、チャンピオンの作戦通りなんですけど、さあ飛び込んできた、ここは千載一遇のチャンスか。しかし膝だ、チャンピオンの膝、ちょっと近いですね、あれよりももう少し遠くないと。あ、効いた、効いた、ミドルが効いた、前蹴りミドルが効いた。前蹴りですよね、ミドル系でも。右先で、指側、側頭部っていうか、指先で、突き刺す前蹴りですよね。あっと、また、また効いた。お腹をちょっとさすりました。マイティーも下がる。じわじわと下がる。あっという間に赤コーナー。コーナーを背負った。場内からはブーイング。さあ、手を出せ。そんなブーイングでしょうか。ちょっと防戦一方、マイティーモーチャレンジャー、ダイナウンド半分が過ぎました、ね、これほど勢いに乗っていたマイティーモーが下がるシーン、今年はありませんでした。長坂さん、はい、どうぞ。そしてもう汗の量がちょっと尋常じゃないですね。動くたびにもう下駆け落ちるような、そんな感じです、マイティーモー、チャレンジャーサイド西岡アナウンサーの今コメントにもありましたが、あ、前より、相当な汗をかいています、今日のマイティーモー。また今度は青コーナー追い詰めた、チャンピオンセームシルト、
十分すぎる時間、ストップ、ここでストップとなりました。オーナーレフリーが入りました。時計を止めました。もっと手を出せという消極性への注意です。両者に注意が与えられました。これには2万5000人大喝采。左のミドル、残り30秒から時計が動き始めています。マイティモーはいけないんですよね。入れないんですね、入れないんですね。この前蹴りが出てきたところ、左のジャブ、今も今右の膝突き放す。ノリカさん、でも見えないところで両者とも何発もパンチが ね飛び交ってますよね。バックスピン、バックスピン、バックスピン、チャンピオンが出る膝、マイティモーのサマーフックの間合いが近すぎる。今のバックスピン効きましたね。この表情、苦しい表情、マイティモー。右のミドルロー、左打ち下ろした、チャンピオンの左、サマーフックは空を切る。殺されてますよね、完全に。苦しい消耗戦で、あー効いた。スーパーヘビー級タイトルマッチは残り3分、今第3ラウンドのゴングです。さあ、マイティモー行かないとダメですね。前に出るしかない。あ、しかしミドルが効いている。そしてミドルも相手を見据えるこの眼差し、チャレンジャーのマイティモー、まだその眼差し、輝きが衰えていないか。しかしチャンピオンが上から、まさに上から目線、チャレンジャーを見下ろしています。頭合いを詰める、この前蹴り、あっという間にニュートラルコーナー。長坂さん、チャンピオンサイドは前蹴りとローキックだけで倒してこいという話をしています。あ、そうですか。で、時々ガードが下がるので、そこだけは絶対ダメだぞという注意もされています。竹下アナウンサーのリポートですが、やはりまだ一発のこのチャレンジャーのパンチというのは残っているというふうにチャンピオンサイドも見ているんですね。気をつけたら一発で倒せますから。右のロー、さあローキックで倒してこい、そう送り出されたチャンピオン。コーナーに釘付け、チャレンジャーのマイティーも左のフック、ショートからの左のフック、チャンピオン。中坂さん、はい、チャレンジャーサイドはね、もう前に出るしかないだろうという普通の叫びです。ちょうど前に出るしかないですよね。前振りがね、これガードが左ハイキック、またニュートラルコーナー、今度は来た。ガードができないですから、チャンピオンのセームシルト、まだ K1 で KO での敗戦はありません。キック、そして K1 のリングでダウンを喫したことも1回だけ、あのレイス4からのダウンだけです。まさに最強、無敵のチャンピオン。セームシュート、また追い詰めた、左の敗、なんとかガード、チャレンジャー、 IT も思わずね、チャレンジャーへ頑張れという声援が今出ましたけれども、前に出れない、追い詰めるチャンピオン。残り1分、今一番この世で強いのは誰なのか、今一番この攻撃が強いのは誰なのか、9分間で証明しているチャンピオンのセームシルト。サモアフックが空を切った、右のロー、まさに最強、今年オランダでその証明、セームシルト。バックスピンの入った、左チャレンジャー最後の一撃か、残り30秒。セームシルトは戦うことが今とにかく楽しい、そう話していました。また時計が止まります。ここでどうやらカードが出そうです。あまりにも両者が消極的というところで、残り18秒で時計が止まりました。ここで警告が両者に出されました。さあ残り18秒、見てますね、腹が。地元オランダ、スーパーヘビー級初代チャンピオンのセームシルト、アムステルダムアリーナでその強さをまさに見せつけました。ここでゴングです。勝ちましたね。